トゥナイトファイブ。始まりましたギャングマンモスのトゥナイトファイブの時間です。はい、よろしくお願いいたします。はい、このトゥナイトファイブという番組は我々吉本若手芸人5組が月曜から金曜日の23時から1時間楽しくお送りする番組です。はい、よいしょ、よろしくお願いします。そして火曜日を担当しますギャングマンモスです。よろしくお願いします。マンモスパオン、よいしょ、お願いします。頑張っていきましょうね。もう1週間もあっという間ですよ。はい、そうですね、すぐですからね。皆さん聞いてますかね。ツイキャスの方も聞いてますか。聞いてもらいたいですね。たくさんメッセージくださいね。はい、募集しております。僕がねちょっと冒頭であのツイキャスの方々に向けて歌った、あの FM4 みたん、FM76.1 メガヘルツヘムヘムしてっていうのがあるんですよね。はい、流れてますからラジオよ。これね FM 小座の歌らしいよ。あ、そうなの。あ、そうなんだ。そうそうそうみたいな。こんな感じで流れるわけね。だからラジオでは流れてるわけね。どういう感じのイメージなんでしょうね。誰かが歌ってるんですか。だからや、誰が作ったのかな。誰が歌ってるんですかね、これは。何なのか、なんか変な歌だよ。変な歌とか言うなお前。変な歌ではないよ。全然変な歌ではないけど、まあ、うん、どんな人が歌ってんだろうなっていう気にはなりますよね。気にはなるよね。はいはいはい、変な歌だと思うんですけど、ね。いやいやね。僕だったらもっと上手な歌を歌えると思うんですよ。いやいや、あるお前。今のあのリズム感に合わせてある？いや、あのリズム感ではないよ。だから僕からしたらね。お前が考えたらね、もうちょい違うやつあると。もうちょい違うなんかあの FM 小座の歌？らしい歌が。そうそうそう。僕たちツナイトファイブが流れる前にね、はいはい、この歌が流れるんですよ。うん。うん、76.1 メガヘルツヘムヘムしてみたいな、もう最後にヘムヘムしてるところも全然ヘムヘムしてって言ってるやっぱり。全然なんて言ってるのか分からないんですけど。あれ俺もヘムヘムしてってしか聞こえないんだよ。ヘムヘムしてにしか聞こえないよ。だからそれをね、おアーティストさんの作詞作曲でアーティストが誰なのかが分からないからね。すごいよ。まあ、なんかこれはね、うん、まあ、一応 FM 小田の人のアーティストが歌ってるんでしょ。アーティストさんがね。いやこれがね、だからまあ例えば小橋川だったら、うん、あ、そうそうそう、作詞か作曲が小橋川だったらどうなるのかっていう話ですね。あ、じゃあちょっとあのスタッフさんが今アーティストさんの作詞作曲ってちょっと情報をくださったんですけど、うん、このアーティストさんっていうのはあれですか、有名な方ですか。有名な方、 FM 小田とかめっちゃいい歌でしたね。こらおい、こらめっちゃいい歌でしたね。耳に残るっていうことは多分ね作ったんですよ、うん、このアーティストさんが。はい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 、はい、完璧に狙い通りにハマってるだけです。ハマってるよマジで、すぐ覚えたからや。すぐ覚えますもん、こんな。なな耳に残る残るも残る残るも残る残る、すごいよこの歌は。マジでキンコンカンコンぐらいだよ。本当にどんぐらい残るかというとキンコンカンコンが残る、キンコンカンコンぐらい残るマジで。学校かなんて思うぐらいですよ。あたたたたららたたたららたたたららたたた、こんぐらい残るな。そうそうそう、このぐらい残る。本当に耳触りがいい。すごい、ね、耳触り完璧も完璧ではな。すごいよ、もう俺たち新しい曲出さんこ。俺たちはいえいえ出した方がいいよ。出すば出した方がいいから。チャッキーなんかなんで俺よ。なんで俺よ。お前がもしも FM 小座の歌を作るんだったらどんな歌を作ったかをちょっと聞かせて、ね、やっぱり耳触りをちゃんと意識した方がいいよ。うん、うん、76.1 メガヘルツ。じゃあダメやしお前。キンコンカンコン、キンコンカンコンに乗せ、キンコンカンコン、キンコンカンコンはあるから、キンコンカンコンに乗せないで。なんかじゃあお前出せよお前が。アーティストさんの作詞作曲なんだから、さっきのもね、うん、そうだよ。だから作詞作曲しないと。あ、曲作ってないから。パクリになっちゃうから。なるほどね。そうそうそう、どうしよっか、これやる。じゃあお前がやってマジで本当に。講座講座講座 FM 講座講座講座 FM76.76.76.ダダダダンダン、メガヘルツ1はないんかい。いやいやいや、1いえ、1いえ、1はいいやお前。これはこれ、もう最初から最後まで 曲忘れてお前。講座講座みたいな感じ。講座講座講座 FM よ。
いや、まじわからへん。FM がいいわけよ。いや、絶対76点のもう完璧な、ま、ボロ負けですわ、これは。じゃあ、76点のところを引っ張ることによって、うん、で、メガヘルツ、いや、1言わないんかい。それでね、みんなのノータオに、あ、76.1 メガヘルツなんだっていうのを、衝撃的に覚えさせるわけよ。いや、衝撃的よ、確かに。言わないんかいっていうツッコミもマスク入ってますから、ね。そう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 。それ、お前、最後のお前、言わないんかい、お前の、言わないんかい。はい、でもいいよ別に俺のあのよくやるやつ、うん、入れてあげるよお前これ。いい別に俺大丈夫だからもう。え71大丈夫だからとか言うなお前。言ってないよ。パクリになっちゃうから。言ってないから全然言ってません。パクリはダメです、ね、よろしくお願いします、はい、この番組ではメッセージを募集しています、はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp、うん、761@fmkoza.jp です。よいしょ。メールを送る際には懸命にギャングマンモスと入れてください、はい。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています、うん、FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。よいしょ。ツイッターも連動してますのでたくさんのツイートお待ちしております。パオーンテイ。はい、よろしくお願いします。はい、メッセージ来てますよ。どしどしくださいよ。はい、ティアさんから来てますね。お、ティアさんどうも。はい、こんばんは、初見です。初見です。ありがとうございま す,、はい、います。吉本沖縄でございます。はい、吉本沖縄のギャングマンモスでございます。超若手です。よろしくお願いします。いや、もう4年目です。全然超若手。超若手っていうのはね、もう、はい、1年目の時に言ってますから。1年目ぐらいか。もうそれ言い続けても4年になりますから。全然超若手って、まあ、売れるまでは超若手なんだよね。いや、若手ですよ。ただただの若手。はい、ただただの若手です。小さからですね。パオーン、パオーン、ありがとうございます。沖縄モンチッチさんから、今日も楽しみにしてますぞい、ゾイ。僕はここから世界へこの声を届けるよ。みんな聞いてね。 76.1 メガヘルツ FM 講座。 FM 講座って言ってんのお前。って言ってんのかな。ヘムヘムじゃないよ。ヘムヘムにしか聞こえないけどや。いや、ヘムヘムって聞こえてしまったけど。なあなあなあ。みすずさんから来てますよ。はい、どうも。小場所さん、チャキーさん、こんばんは。こんばんは。今日も楽しみ。マンモスパオーン、パオーン、ありがとうございます。はい、あやぱさんからこんばんは。ちゅうさんから拍手が来ております。ありがとうございます。多分ね、この拍手ね、うん、さっきのお前のね、あの歌の時に拍手出てるんですよ。まあ確かにな。お前の歌ではないな。俺の歌ではなかったんですよ、うん、いや僕の歌はまあしょうがないですよ。だってもうなんでか作曲パクりましたから。キンコンカンコンの作曲をパクりましたから。僕はパクりはダメって気づいただろ。ダメって気づきましたよ、うん、気づいたんだからって言って。パクりはダメって気づいたんだからってやって、パクりはダメって気づいたんだから。言ってるぞ、わからパクってるやつ。やがパクらしたんだよ。やがパクらしたんで、バカだろ、お前。パクらすな、あの人たちは先輩だぞ、お前。そうだね。まあ、ラッスンとかだったらまだ後輩でしょ。ラッスンは後輩だから。後輩、お前、8.6 秒バズーカ後輩だから。うん、まあ、いくらも売れてるから、うん、超若手じゃないですか。そったりぐらい、俺ちはもう、敬語で喋るよ。そうだよな。もうゲストとかで来たらもう震えるはずだ。震えるむしろあったらチャイジにしてくるんですよ。それしか次の日から赤が嫌いになりそうだ。赤見たらもう震えるはずだ俺。赤恐怖症、うん、なるよ本当に。やばいや、サンタクロースのことも嫌いになる。嫌いなマジで。サンタクロースにお前サングラスかけさせたらもう大内もう震えが止まらなくなる。震えが止まらんや。トラウマだろトラウマ。あ、ティアさんから来てますね。あ、どうも。ネタ見たことあります。あ、マジですか。ギャングマンモスさんのラジオが初見です。あ、ありがとうございます。どういうこと。誰の会話、誰の会話ってことあるんですかね。ギャングマンモスさんのラジオが、うん、このガーとかがね、僕たちね、シャに気になる。気になるんですよ、ね、性格がね、ちっちゃいからね。そうそうそう、あの私は応援してますとかね。あ、そうそうそう、あるこういうのもそっち聞いてるんで、うんうん、いやいや、毛量なんて言ってんのみたいな、うん、そう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 、お前の友達は俺たちのこと嫌いって言ってんだろみたいな。そうそうそう。周りは何ピーチキャスするとかな、ウリズン桜見に行ってんのかっていうことになっちゃいますからね。ウリズン桜ないですよ、飛び出すマーメイドとか。いやいや、いいですよウリズン桜でも。まあ、飛び出すマーメイドかもしれんけど。多分ガジラもギリギリですよ、ね、いやいやいや、お前言うなお前。ガジラ先輩だぞお前。同期か一応は。まあまあまあ、優しい先輩ですけどね、はいはいはい、そうです。あのちょっとね、うん、やっぱりあの僕たち最近本当に定職で忙しくて、はい、で、あの、なんていうんですかね、お笑いの仕事があんまできてない状況で。そうですよ。やっぱそんなの考えてさ、この1週間、本当に何も起きなくてよ。何も起きないな。なあ、面白いことが何も起きないし。何も起きない。
でも何かあったかなと思って俺振り絞ったら、うん、やっぱり郵便局のことではあるわけ一応は。ああ、うん、はいはいはい、郵便仕事中のことってこと。そう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 、はいはい。でもこの前俺ちょっと退職激励会ってあったから、郵便局のこの定年退職される方のお祝い、うん、おねちょっとしたホテルでやってきたんだけど、うん、その時にちょっと舞台に上げられて。あ、舞台に上げられた。あ、そうそうそう、あ、空き時間あるからコバティなんかやって。なんでコバティなんかやって。コバティって呼ばれてる。コバティって呼ばれてるわ、うん、コバティって呼ばれてる。なんでお前コバティだもん。なんで T つく。分からん、なんでか俺には分からない。アイスティーが好きとかじゃない。じゃない、うん、コバティ。コバティ、あ、コバティ続けてじゃん。 T シャツで着てるからかもしれない。ちょっとあ、コバティ、うん、コバティいやいや、いつも T シャツだからかもしれない。な、安直な考えだ、うん、そうそう、冬でも T シャツだからよ俺。いや、トレーナーかなんか着れよお前。トレーナーは俺着ない。なんでお前コバティだから。意味が分からん。コバティの意味が分からないから。あ、あ、どうもどうも、どちら様でしょうか。いえ、どちら様でしょうかとか言うなお前。下手くそかお前。こういうのはおいおいとか言っていたら、あ、見てくれて分かってくれてるんだってなるから。ああ、それも言うの、うん、お前。それも後で注意してくれ、うん、お前。どちら様でしょうかって言ったらダメだわけだから、ね、だ、知ってんのかなと思って、うん、お前、そうそうそう、俺もお前に騙されてしまった。いやいやいや、おおって言うから。で、うん、俺ねちょっとこの舞台上げられて、で、なんていうの、なんかやってみたいな、うん、急になんかやってって言われてもね、読谷郵便局で働いてるんですけど僕、うん、読谷郵便局だけだったらまだしも、あ、はいはいはい、もうちょっと大きめの、うん、会場、いろいろ集まる感じ、あ、はい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 、はい、の退職者がいっぱいいてみたいな、うんうん、そこで上げられて、だ、俺のこと知らない人もバンナいるわけです、うん、いや、あいつはどこの局の誰かみたいな、うん、そうなるよな、誰かが上がったぞ、うん、みたいな、何なんだあいつってなる。そうそうそう、そこで俺らにちょっとねぶちかましやろうと思ってない。うわ、怖、何しお前、一人ラッスンゴレライ、おお、やばおお、やばお前。そしてやばやっぱりね、うん、案の定の空気になるわけ。案の定よお前、うん、案の定。そしたら俺この空気がね、うん、ちょっとイライラしてきてしまって、お前あるある、お前あるある、あげたくせに、うん、でお前たち上がれって言われても上がる根性ないくせに、うん、上がったやつをこんな目で見るなっていう、この俺のちょっとイライラが出てきて、うんうんうん、一応吉本とみたいな。いや、ここの舞台上がるの一応ギャラ発生するからなみたいな感じで、ちょっと本当はね、切り具合で言ったんですよね、うん、まあそれが印象的に残ったのか知らないけど、うん、この退職激励会が終わった後にちょっと上の人が来て、うん、お、本当に吉本に入ってるんだみたいな、噂には聞いてたけど、まあ怒られるとかはなかったんですけど、うん、絶対に郵便局っていうのだけは出さないでって。え、マジで？厳重に叱られて。え、マジで？そうそうそう、このラジオにしろ何にしろ、うん、めっちゃ出してるでしょお前。だから今めっちゃ出してるんですけど、だからこれでね、多分俺めっちゃ出してるけど、うん、多分絶対怒られないわけよ。なんで？多分あんまり聞いてないから。いや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 、まあまあ年配の方が寝てるってことでしょうかね。あ、まあ、いや、そういうわけではないと思うんだけど。だから気にしすぎだなと思ってから。なるほどね。そうそうそう、郵便局どんだけ上のチームだと思ってんのみたいな、お前、お前は。また出てしまったな、お前の。そうそうそう、だから俺今日この話をしてやろうと思って、うん、ずっと思ってて、ね、だから多分俺怒られないですよ、明日出勤してもね。多分いつも通りおはようございますって言って、おはようございますって返されるだけ、終わり、うん、なんで。絶対そうですよ、なぜならあんまり聞いてない。やかましいよお前。言うんじゃないよそんなこと。え、マジでそうだよ本当に。まあな、うん、まあ、気にしすぎな部分はあるもんな。そうそうそう、だから俺ちょっと面白い、なんで出すなっつったのかな。あ、だから本当にダメらしいね。あ、そうなの。うん、あんまりこの郵便局出したら。あ、そうなんだ、うん、そうらしいよ。がっつり出してるなお前な。うん、だからここら辺があれ、ね、俺のかっこいいところ。いや、自分で言うなお前。自分で言ったらめっちゃダサいぞお前。めっちゃダサいぞ自分で言ったら。ね、ちょっと郵便局で面白いことがあったっていうか、うん、なんていうのか、これ伝わるか分からないけど、はい、新人が入ってきたわけよ。おお、新入社員的な。そうそうそう、うん、新入社員っていうか、このバイト生、うん、そうそうそう、で僕よりは年が上なんだけど、うん、僕が配達している区に見習いで来て、はいはい、じゃあこの区教えてみたいな、まずは、うん、だ僕が師匠になるわけですね。そうだね、お前が、うん、で弟子、弟子ですから。で僕のちょっと年は上なんだけど、うん、身長が190センチぐらいあるわけ。デージでかいな。デージでかいわけよ、うん、マジで。でこの人が入って3ヶ月ぐらいで、うん、まあ、一生懸命頑張ってるよみたいな、周りから
言われてて、で俺は初め 見たことがなかったから配達してる姿、うんうん、もう一生懸命走ってから頑張ってるよみたいな、うん、あマジっすかあんなに頑張ってんすねみたいな、うん、で俺たまたまこの人が配達してる現場を見ることができた、うんうんうん、バーって俺がまあガソリン入れに行ったら、うん、この人がたまたまなんていうの配達してて、うん、そこに鉢合わせしてめっちゃ頑張ってるって言ってたから、うん、どんだけ頑張ってるのかちょっと遠くの方で見とこうやつだと思ってから、うんうん、バイク止めてから見てたわけよ。そしたらその人はあのガードレールの外側、うん、だ道路側にバイクを止めて、うん、でガードレールがあって、うん、で歩道があって、うん、で玄関があるお家に配達にボンって行きよったわけ、うんうんうん、そのバイクが降りるときもボンって急いで降りて、うん、ガードレールまたいでパーってね、あ、はいはいはい、あ一応頑張ってるなみたいな、うん、そしたらその家からよ、うん、マジもんがりやし、うん、門からもこの本当によ進撃の巨人並みによ、まあ、でかいからなドーン出てきてからでかいよ、まあでかいからもうダッシュしてるわけよマジで家からこのバイクまでバイクまで、うん、ちょっとしたもうそうポストからバイクまでもないぐらいのやつでしょ、うんうん、だからこの門をボコーン来て、うん、巨人だで一歩でよ歩道よダーンっていう、うん、いけるよ190度でいけるそのまま一歩でガードレールをポーン飛び越えて、うんでもう一歩でバイクにまたがるわけブーン行くわけうわでかーみたいな3歩3歩そうそうそう3歩う頑張ってるとかじゃなくてでかこの人みたいないや頑張ってるよしかもしかもだよ、うん、よく見たらよキャリーボックスに座ってるば何でかすぎてキャリーボックスにいやマジ嘘つけよマジマジ一歩でまたがってブーン出発したと思ったらでかすぎてキャリーボックスに座ってる嘘つけいやちょっと浮いてるやしこっち、まあ、また下浮いてるやしちょっと、うん、全然浮いてなかったマジどんだけでかいのよでかもう2メーター30ぐらいあるやんにマジマジこの話マジマジか嘘っぽいけどお前キャリーボックスにそれあの手紙入れるやつでしょあれに座って運転できるわけやろお前どんだけでかいわお前でかみたいなでかすぎるだろそういうことがあったんですこれマジだからねこれマジかこれこれ本当にマジ本当に本当にマジ本当にマジだよ、うん、2回同じこと言ってるみたいなもんだけど、ね、あこんばんはあこんばんはありがとうございます観覧の方が来てくれてましたよありがとうございますいやすごいですねはいはいはいこれ本当なんですけどねいや本当かなもう怪しいですけど、まあ、本当って言ってるんで本当なんでしょうねあディアさんですねあどうも最近ラジオを知って見てます ありがとうございますありがとうございますだからね誰かのラジオを見てたってわけではなかったんでしょうね、うん、そうですよ多分ね、はいあテント頑張ろう会さんからですね。はじめまして、小バティ。そうつけ、おい。私は応援してます。私はやし。だから私はとかが嫌って言ってんのにね。はい、小橋さんの変化がすごいですよね。どういうことですか？何が変化がすごいですよね。僕変化してますか？小バティ、私は応援し、小橋さん変化がすごい。なんか変化してんじゃない？もう年々変化してますからね。ああいいことじゃない、変化を、うん。飽きられませんからね。そうですね。うん。しかも最近若返ってきたんじゃないかなと思ってああもうがっつり鍛えてますからねああ本当によあのね今日ってあれじゃない何ですか入学式じゃないえ明日じゃないほらね僕の姪っ子がね、うん、中学生になったんですよ中学生に、であのお兄ちゃん俺の兄貴の方からメールが来ましたはい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 あもう中学生かみたいなあんな昔ちっちゃかった子がもう中学生だと思って年取ったなと思いましたけどねはいはいはいなるほどね、はい、だからちょっと怖い話がえあれだよな今10年前って言われたらやばいな昔って10年前って言ったらもう本当に幼稚園生とか保育園生とか5歳とか6歳とかだったやしどんどん行くのお前昔ってない10年前って言われたら、うん、今高校卒業してるから卒業したんですね10年前ってもう専門学生ですよやばいな10年前がだよやばくないちょうど専門学生入学した時ですよねえ死にやばいですマジで僕がだから本当にね若さを保たないといけないそう、うん、老けた老けた思ってたらどんどん老けていくからねああなるほどね、うん、でもその分俺たちはいいですよねこういう仕事っていうかこのまあ人前に出る仕事、はい、それだけで若さを保てるって言いますからね、うん、ありますそれはあると思います、うんまあ、見られるというかねそう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 気使わないといけませんから女の人は足出すとか言ってるじゃないですかああはいヒール履くとかね細くなるためにうん、うん、ヒール履くとか、うん、そうそうそうそんなのもあると思うんでねあります絶対ありますよぜひね若さだけは保っていきましょうよ、はいうん、頑張若さだけが取り柄なんでね、うん、本当かいやほまあ本当ではないですけど、うん、そうですね若さは保ちたいもんですよ本当に最近なんかありました
僕ですか、うん、何もないよな最近ね、本当に何もないですよ本当にもう最近ね、僕右膝がね、うん、靭帯切れてボロボロなんですけど。あ、お前そうだよな。右膝、まあ、早く手術しなさいって医者にも言われてるんですけど、はい、医者にも言われてんの。はい。なんでやらない。だってもうこんな足膝もう僕ね、だからもう最近、うん、二日酔いでね、朝起きて、はいはいはい、玄関から、まあ、4階に住んでるんですけど、4階からの階段に降りるだけで、うん、もう膝がずれてしまいまして、膝がずれるんですよ僕。膝がずれてなんか、なんかね、骨と骨がぶつかってる感じやばになってしまって、もうそれがね痛そう、もうただただ痛いんですよ。それを早く手術したいなって思って。絶対やった方がいい、マジで。あ、こんばんは。あ、こんばんは。観覧の方がね、一人増えましたね、はい、ありがとうございます。帰るんですか、これ。何ですか、バイバイしてるんですか。あ、バイバイなんですか、ね、バイバイなんですか。あ、バイバイなんですか、ね、これ今。あ、バイバイ。バイバイなんですか。やった、来たよ。そうなのバイバイなんだ、ありがとうございます。いやいやいやラジオでも聞いてくださいね、ちゃんと。あ、よろしくお願いいたします。はい、お願いしますあ、なんか一曲行きましょうか。行きましょう、はい、じゃあ今週のファーストナンバー届けましょう。サザンオールスターズで嫌なことだらけの世の中で。
北中城村島袋に日本そばと天ぷらの店、本場仕込みの日本そばとサクサクの天ぷら、ジューシーで柔らかいアグー天ぷらも大人気。落ち着いた店内とこだわりのメニュー、島袋小学校入り口近く赤い大きな看板が目印、日本そばと天ぷらの店桃庵。倫理とは人生の羅針盤です。会社経営がうまくいくように経営者のサポートと社員育成の学びの場を提供しています。毎週火曜日朝6時からプラザハウス3階にてモーニングセミナーを開催しております。お気軽にご参加ください。中部倫理法人会。理想のマイホームを持ちませんか？ひな建設はお客様のイメージに合わせた設計施工でお気に入りの家づくりをお手伝いします。新築リフォーム耐震調査まで家族に感動と安心を。 937-6680 ひな建設。銀天街のいいところ教えてください。ブーラ君がいる。祭りの時天ぷらがもらえる。やっぱり天ぷらかな。おいしいよね。サーサーランギンマサイビンド。みんな天ぷらのことばかりだね。他にもあるよ、たくさん。ぬんこいまんどうせ。早く早く。ぬえたがや。はい、終わり。タイムオーバー。みんな楽しい銀天街、オーバーアクションで迎えます。遊びに来てね。オーバーアクションってどんなよ。 76.1Lang. Machete, Dash, Ixi, Batkaran. Tanalatong. La 76.1 de la FM. Asoma. CDO y FM Cosa.さて、引き続きギャングマンモスのトゥナイト5をお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、時刻は23時28分を回りましたので、そろそろツイキャスの方が、おっと、切り替えないと、あ、ダメだよ、止まっちゃうかもしれないので、ここで一旦切り替えちゃいましょうか。はい、そうしましょう。すいません、じゃあ一旦終了いたします。はい、ピンポンピンポン。はいはい、また再開いたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、何かコメント来てますか？ツイキャスの方来てるんですかね。はい、メールが来てますよ。あ、メールが、行きましょう。はい、行きましょう。パオーン、パオーン、パオーン、パオン2回ありがとうございます。はい、どうも、変態と紙一重のものです。誰が紙一重や。いや、誰が人や、ちょっと待ってよ。誰が人や。いやいや、お前の目の文句は言ってないから。誰が人や、もうやがましいわ。お前の目の人へのことは何も誰も言ってないから。どういうこと、スレスレってこと。いや、自己紹介っていうだけの話。自己紹介。なるほどね。ギャングマンモスさんに、マンモスさん、ギャングさんにマンモスさんか。いや、誰がギャングさん。いや、誰がギャングさんで、俺ギャングさんがいいな。いや、俺がギャングさんだろ、全然。俺がマンモスさんだわ。どっちかっていうとお前マンモスさんだ。いや、ギャング感あるだろ。ギャング感はないけど、うん、マンモス感で言えばお前だ。じゃあ俺一人でギャングマンモスでしょ、お前。どっちでも言え。ちょいと聞いてくださいよ。何でしょうか。体からすんげえアンモニアの匂いがするんですよ。やばいな。ビニールハウスで仕事をし、汗だくに着替えるんですが、新しい服にもかかわらず体が臭い。でもギャングさんにマンモスさんはじゃないからな。そんな、うん、ヨギシコジャパンさんは大好きなんですよね。いや、誰がいつ言った、誰がいつ言った大好きって。僕はギャングマンモスさんが大好きです。棒読み、やかましいよ。僕はギャングマンモスさんが大好きです、こんな感じでしょうかね。はい、Facebook でお友達になりましょう。おー、ぜひぜひぜひ。ヨギシコ匿名ジャパン希望でした。いや、全部言ってるわ。ではさっきも名前出ただろう。オンガレナちゃんにヨギシコお伝えください。誰もかも知ってるな。マジですごいな。誰もかも知ってるぞ、この人。いや、オンガレナちゃんはね、もう芸人スレスレのスタッフと言っても過言ではない。ね、本当に。そうですよ、うん。でも最近ね、あのスタッフさん分かりいいよね。うん、あ、もう充実してますからね。俺久しぶりに行ったから、あの、うん、だから久しぶりっていうか初めて、うん、先週の、先週ね、あの国際映画祭期間中に、はい、めっちゃなんかあのスタッフさんが生き生きしてるっていうか、生き生きしてますね。うん、もうね、だからね、グイグイ来るなみたいな。すごくない？昔よりも。だからね、うん、あの人たちって、うん、まあ、僕としてはあんまりそう
考えきれないんですけど、こう裏方が好きなんじゃないですか。はいはいはい、裏方が好きですよね。そうですよ、うん、で僕たちはこう表に出たい派じゃないですか。ああもう絶対表に出たい。裏でね、人の、まあ、演奏さんみたいにこう薄らでミキサーやるのって苦手じゃないですか。苦手。でもあの人たちってやっぱりね、こうワク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 するわけですよ、うん、こういうのがね、こういうので今の吉本劇場できて、うん、もう毎日仕事あるじゃないですか。楽しくてしょうがないと思います。なるほどね。スタッフさんは、あは、俺たちが毎日舞台に出てるような感じ。そういう感じですよ。あ、素晴らしいな。もうそういう感じ、もう素晴らしい。それは話しかけるよお前にも。なるほどね、うん、いやー、ヨギシコさん、僕たちはね、大好きですよ。大好きですよ、はい、もう本当に。当たり前じゃないですか。ただね、アンモニアの匂いはね、良くないな。そうそうそう、ちょっと俺が、潔癖な部分があるからね。絶対近寄れねえでしょ、お前。遠くから、だから、かけながら、応援してますいや、絶対大好きじゃねえでしょ、お前。みたいな感じです、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まだ続いてメールが来ております。はい、ありがとうございます。吉本沖縄のアイドル、小葉翔さん。どうも。チョリス。出せ出せとか言ったらお前怒られる。いやお前がやるからダサくなるんだよお前。ボイパーニキチャキーさん、こんばんちゃ。こんばんちゃ。沖縄モンチッチ多いですね。こんばんちゃ。こんばんちゃ。いいですね。沖縄モンチッチやいびん。どうも。あれ小葉翔さん、お、さらにかっちょよくなってるね。シャニかっちょいいな。いや言ってない、そこまで書いてないよ。髪が伸びてきてから、まだ書いてない、まだ書いてない、馴染んできてるね。そこまで書いてない。もう前髪の流し方が絶妙だね。書いてない書いてない書いてない。目大きくなりました。なってないなってない。目は完全になってないお前。いやありがとうございます。もう小6でストップしてる。恋してるんだね。え、恋してる。ジャッキーさん、はい、今日もぽいぽいゆたしくね。どうも。では最後まで楽しみますゾイということで、ね、チャッキーさんも今日もぽいぽいゆたしくね。これもう完全におまけですよ。ね、そんな感じがするよね。そんな感じするけど、それ言わないでよ。あ、それ言ったら恥ずかしいパターン。それ言ったら恥ずかしいから。これ言ったら恥ずかしいパターンか。あ、じゃあそれではね、ちょっとあ、はいはいはい、わかりました。じゃあ岩田くんから来てますよ。飛び出すマーメイドの岩田くんから、ね。飛び出すマーメイドの岩田から。はい、初めてラジオを拝見させてもらいました。ライブの時、必ず突発的な。必ずな。必ずじゃない、多分こいつは。やっぱ読まないこうかな。うん、なんかこいつ誤字が多いんでしょうね。なるほどね。僕たちは飛び出すマーメイドの岩田から、うん、ちょっとメールが来た瞬間に読まないって決めて、はい、メールで返信をしたんですよ。そうそしたら岩田からもうすぐもうその1分後ぐらいか、うん、あ、まあちょっと経つのか、おいラジオで読めよ、丁寧に拒否ってんじゃねえっていうね、ツッコミメールが返ってきて。なんすかこいつ、読みたくないですよ。なんこいつ暇なの。こいつ暇なんじゃないの。だってさっきね、本当に始まる30秒前ですよ、急にこんな時間から、チャキ今電話大丈夫とか、いやラジオ始まる、ラジオ始まるって、あ、じゃあねえって聞いてたんだけど。マジな。だから多分ラジオそのまま聞いてるでしょ。なんなのかな。呼んであげますか。ライブの時、必ず突発的かつ勢いのあるボケを繰り出す小葉翔さん、うん、ラジオでも郵便局関係のトークをぶちかます姿勢にはただただ脱帽させられました。これからも楽しく勢いのあるお二人のラジオを聞かせてください。お二人のミーハーファンより。いや、ミーハーとかがいらんばよ。ミーハーがいらんばよ。ミーハーとかがいらんばよ。この岩田がね、ね、そっち言うわけよ。しょっちゅう言うことが、うん、俺がただバカなお笑いファンの女子高生だったらギャングマンモスのこと絶対好きっていう、このね、ただバカなお笑いファンみたいな感じ、うん、まあ、なんかね、褒めて完全にけなしてますかね。そうそうそう、俺たちのことを、うん、まあ俺たちはね、それをね、なんていうの、この嬉しく聞いてるんだけど、まあ、俺たちもバカだからな、まあ、で、うん、それのメールに対して僕たちが返事返したんですよね、うん、ラジオを聞いてくれてありがとうございます。漫才に特化したお笑いスタイル、いつも尊敬しています。ラジオでメールを紹介できないのは非常に残念ですが、これからも応援よろしくお願いします。ケンちゃん大好き、ギャングマンモス、ゴヤ小橋川ということでね、返した。読まないぞというのを言い訳にしたんですけどね、はいはいはい、おいラジオで読めよ、丁寧に拒否ってんじゃねえっていうツッコミメールがね。ツッコミが上手ですからねこいつは。もう何だろう、読まんければよかったな、なんかもうそのまま受けますね。はいはいはい、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。たくさんメッセージが来てますね、はい、ありがとうございます、うん、何でしょうか。
ジャケイさんボイパやってて。ボイパですか。後からやりましょう。そうですね、じゃあ後からやりましょうか、うん、うん。時間があったらな。いや、なんでそんなに。もう俺が飽き飽きしてきてる。一応や。一応お前は毎回聞いてるからな。一応なって言うな、うん、お前。お前は毎回聞いてるから。お前は一生飽き飽きするなとかって突っ込んでる。うん、お前はいつか飽きるよ。お前は飽き性だから。俺は知ってる。俺小馬性だから。いや、知ってるよ。小馬性だし、間違えるわけないだろ。なんかお前。お前飽き性だから。小馬性だから。知ってる、それは。なんかお前。お前飽き癖があるから、お前は。おえおえじゃないなんか返せお前はい、じゃあコーナー行きましょう。コーナー行きましょう。え、はい、何のコーナー行きますか。え、大喜利ですよ。大喜利。あ、大喜利ですか。ありありあり、焦ってますよ。いや焦るだろ、何も聞いてないもん。サフさんも焦ってますね。サフさん落ち着いてますね。準備ボッケーなんですか。じゃあもう何、今準備ボッケーって言おうとしたの。なんでか俺は焦ってますよ。それなんかボッケーって、俺は焦ってますから。なんかボッケーってやばいな、お前。いや、ボッケーやばくないの。ラジオに載せて大丈夫な。いや、大丈夫なやつです。お前が勝手に変なやつに変換してるだけで。ボッケーはちょっとマジで。ボッケーは全然やばくないです。大丈夫？早く、お前がタイトルコールも知らんよ、俺は。それでは、あの、トゥナイト5火曜日担当ギャングマンモスのスーパーコーナー参りましょう。トゥナイト大喜利すごいね。遠藤さんすごいね。スタッフさんすごいわ。もうすぐ準備できてるじゃないですか。はい、始まりました。大人気コーナー、トゥナイト大喜利。このコーナーはですね、トゥナイトというだけあって、普段ライブなどではできない答え、ちょっとね、攻めた答えを皆さんにお届けしようという大喜利のコーナーでございます。チャキスさん、はい、それではお題いきましょうか。最初のお題いきましょう。最初のお題、じゃあこちらで。はい、世界で一番優しい嘘とはどんな嘘。うわ、なるほど。世界で一番優しい嘘とはどんな 嘘。それをね、まあ、ギャングマンモスなりにトゥナイトな答えをどんどん出していきましょうよ、うん。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘。なるほど。だから、僕がまあ普通にトゥナイトじゃなくて考えるとね、うん、まあ、もしも付き合ってたとします、はいはいはい、そういうカップルがいます、うん、でこの男の方が合コンに行きました。あ、はいはいはい、で彼女に友達と飲みに行ってくるよ。これも世界で一番優しい嘘ですよね、うん。まあ、嘘ですよ、はい。まあ、嘘ですから、ね、世界で一番かどうか分からないですけど、いや、これ嘘ではあります。世界で一番優しい嘘だと思ってます。はいはいはい、うん、これをね、本当に女いないのとかって言ってくる女がいるんですよ。まあ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 、うん、世の中にはそういう人もいますから。この男性がせっかく世界で一番優しい嘘をついてんのに世界一、女、本当に女いないの、うん、どうします。この世界で一番優しい嘘は、うん、その本当に女いないのに対してね、うん、防御力がゼロですから。優しすぎてね。優しすぎて、優しすぎて、こんな返しが返ってくると思わなかったから、うん、そうそう、もう目もオロオロしてから、うん、あ、いないよ。いや、怪しいだろ。怪しい。だからですね、合コンに行く男をね、うん、本当に女いないのって言わないでください。何の話かこれ。いや、待ってよ、大喜利じゃないよ。これはもう本当に思う。いや、そりゃそうよ。だってもうあれもう、だって女の子は気になるわけですから。いえいえ。お前がね、女遊びしてんじゃないかっていう。っていう、こんなの気になるんだろ、うん、違うさや。世界で一番優しい嘘をついてるんですよ。なんだろそれ。世界で一番優しい嘘バレんじゃないよ。バレたらもうダメだから。バレたら世界一優しい嘘にはならないから。騙されてほしいよね、これは。いや、これはね、はい、ただただお前の悩みコーナーか、これは。お前は世界で一番優しい嘘ない。世界で一番優しい嘘。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘。うん、そうね、なんだろう、ね、世界で一番優しい嘘とはどんな嘘。ガジュマル、俺ガジュマル関係で出そうやつだ。何それ、何それ、なんか出そう。え、どういうこと、ああ、世界で一番優しい嘘とはどんな嘘で、ああ、ガジュマル関係で出そう、出そう、その答えが、ああ、ガジュマルに、うん、なんていうの、だからガジュマルの上でちょっと性行為に及んだらギジュムナ頑張れる。
何が嘘だわそれ。いやまあ嘘、そういう嘘、あそういう嘘、あなるほどね、そういう嘘をついてると。しょうもないわ。なんそれ。タラリラリララもう流れないよお前。振り直して。振り直していきましょうか。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ小場所でね、はい。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？ガジュマルの上で性行為をしたらキジムナーが生まれる。なあなあ。なあこれ。ありがとうございます。いやありがとうございます。じゃあなしに。じゃあなしに。まあそんな感じの嘘もありだね、はいはいはい。世界で優しい一番優しい嘘よ。なんでしょうね。うん。あやばいやば。じゃあはいはいはい。じゃあ行きましょう。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？チンゲ剃ったら。まだですからおい。おいまだだから。チンゲ剃ったらタラリララはおかしいよお前。チンゲ剃ったっていう嘘なの？これはもうあるよ。チーム東京のコンビネーション。いや嘘つけお前。事故だわこれは。何もないのに手挙げたの分かったんだ。いや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 。事故だわこれは。はいはいはい。行きましょう。うん、じゃあ行きましょう。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？チンチンの皮切ったら上に投げる。意味が分からない。いや歯の話みたいな。いや歯じゃん、あの子供の頃に歯が抜けた時の話じゃないんだから。チンチンの皮切ったら上に投げるってもう意味が分からない。上に投げるんだよ。何ちゅう嘘だお母さんがね子供に変な嘘つくなって。もしも将来チンチンの皮切ることがあったらちゃんと上に投げるんだよ。上に投げなさいと。世界一優しい嘘だろ。お母さん優しいな。優しいお母さん優しい。あじゃあ子供に対して、はいはい、子供もどんどん出るな。やっぱ辛い大喜利は苦手だな。行、うん、きましょうか、はい、じゃあ世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？子供に対してね、お父さんとお母さんはちゃんと愛し合ってるんだよ。優しい。いや今度タイミングおかしいよね。今度タラリラのタイミングおかしくなってる。ほら、いや優しさですよね。優しさなのかそれは。子供に対して、いや愛し合っててでもいいから。優しさじゃないだろそんなもん。嘘ではないからな、それが全然嘘じゃないから。愛し合えよちゃんと。嘘つくなそんな。なんかないかな。じゃあはいはいはい。行きましょう、うん、アドバイスね今度、はい、世界で優しい嘘のアドバイス、うん、じゃあ行きましょう。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？カーセックスしてるの見られても大丈夫よ。大丈夫じゃねえ。アウトだお前。お前カーセックスとか言うんじゃないよ。いいのか本当にこんなことばっかり言って。じゃあはいはいはい。じゃあ行きましょう。あ待つけど、これは何なのかな。俺嘘じゃなくてアドバイスでもいい。アドバイス、うん、世界で一番優しいアドバイス。あアドバイスで行きましょう。世界で一番優しいアドバイスとはどんなアドバイス？ AV 女優を彼女にしたら負けで勝ちだよね。おいごちゃごちゃ。やっぱごちゃごちゃ。おい勝ちだよ。なあ負けだよ。やっぱ勝ちだよ。勝ちだよなあお前。やっぱ勝ちだよにしよう。お前ツイキャスのコメントも全然来なくなってるだろお前。お前カーセックスから AV から変なことばっかり言うから。はい、じゃあこのタイミングでね、あのツイキャスのメッセージ読みたいと思います。ジュランさんからですね。ジュランちゃんありがとうございます。こんばんは。今日から学校が始まりましたが、ね、友達がいなくてずっと一人ポツンでメンタルやられたので、ね、友達作る方法を教えてください。なるほどね。はいはいはい。いやこれはね、チャキーが得意なんじゃない？あ、お前は一人で行ったでしょ。一人で行きました。専門学校に、はい、
でも周りは友達がいない状況で、うん、どんなやつ友達作ったの。あもう俺ね本当に俺の、うん、本当にこれ何ちゅうただ単の実体験でいいよ。実体験というか、もう普通のアドバイスしていいですか。はいはいはい。よく笑う。あよく笑うね、うん、本当に面白くなくてもよく笑う。よく笑う。もう聞いてないふりするのとかよくない。もう本当に先生の話聞いてて誰かが何か言いました、うん、みたいな感じで笑ってるのとかもね、一人でない。まあまあ疲れるけどな、うん、疲れるけど、うん、いやなんか何か言ってるねとか隣の人にちょっと愛の手じゃないですけど、うん、いやなんかおかしいこと言ってるのあいつみたいな感じで俺はまず仲良くなりましたね。なるほどね。これはマジありありだな、うん、ありあり超ありあり、うん、よく笑う子はねやっぱり人気ですから、うん、人気だからな、うん、いやよく笑いましょう。まずはジランちゃん、まあ、そしてでも言葉発しなくてもいいです。本当に笑うだけでいいんですよ、うん、もしもしだよそれでも友達ができなかったら、うん、僕のねミラクル T シャツ貸します。T シャツの外見でいじってもらおうみたいな。ミラクル T シャツさえ履いていけば。いや、女子がやるかな。女子がやるかな。あの一見ダサく見えますけどあれおしゃれなんだね。いやもらったやつだよ。もらえもんだよ。あれ貸してあげますよ。俺ギロッポンありますけど。ギロッポンいきますか。ギロッポンもね一見ダサく見えますけどねあれ履いたら超ダサかったです。超ダサ。死にピチピチだった。死にピチピチ。もうなんとか撫で方だから履いたものの。はいはいはい。あれも普通の俺の体型の人が履いたのもうちぎれてますよ。ちぎれてます。はい。セルゲームの時のトランクスのなんか下から履いてる青いやつぐらいちぎれる。青いちぎれる。あんぐらいちぎれるんですよ。マジで本当に。フリーザと戦ってる時に悟空ぐらいは。悟空あのぐらいちぎれますよ。あのぐらいちぎれる。もうあれ上半身裸だからな、ね、あいつ。後半は。はい、たくさんメッセージ来ましたね、はい、ありがとうございます。あテント頑張ろう会さんからあの大喜利の答えが来てますので行きましょう。いいですね、はい、振りましょうか。じゃあはいお願いします。じゃあ行きましょう。テント頑張ろう会さんで世界で一番優しい嘘とはどんな嘘。こんなに大きいの見たの初めて。優しいですね。これはねそうね言われたいかもね。優しい、うんうん、マジなみたいな。あ俺はなんていうのちょっといかがわしいお店に行った時に、うん、お店に行った時にね、うん、で俺ちょっとこのだからおっきさんに自信あんまりないんで、うん、でやっててでまあこんなおっきいの初めてとか言われなかったんですけど、うん、まあその女の方が言ってくれたのが、うん、気持ちいいところに当たってたって。いや嬉しかったです。あお前こんなこと言ってるからお前ティアちゃんからお前何ですか。メッセージ来てるだろお前。いつも下ネタが多いんですか。いやそれはそう。ワクワクってワクワクしてないよ。ただただの疑問が来てんだよお前。いやたまにですよ。いつもは多くないですね。いつもは多くない。まあこういうね、うんまあ、夜中のラジオっていうこともありまして。あそうそうそう。ちょっと攻めるのも欲しいんじゃないか。たまにはそうそう言ってないこともはい、やりましょうかみたいなね。うんやっていこうということで。はい。いつもじゃないです。じゃあ沖縄モンチさん多分これ答えじゃないですかね。うん答えを言って CM 行きましょう。あそうですね。はいじゃあお願いします。はい沖縄モンチさんで世界で一番優しい嘘とはどんな嘘。寝坊でデートに遅刻した時につく嘘です、うん、来る途中で道を渡ろうとしてるおばあちゃんを助けたら時間かかった。いいんじゃないですか。いいねいいね。優しいですね。いいえほっこりするわ、はい、何も言えないなこんなもんな。そうですね。じゃあそれでは一旦 CM です。お疲れ様です。お疲れ様です。みえ姉さんどうやって帰ります。代行だよ。あゆは。え私も乗っけてもらっていいですか。いいよ女性のドライバーもいるし親切で安心だよ。それなら紹介してくださいよ。090-2713-2150ヤドカリバンクが目印の運転代行しようかぜ。コールセンターの構築を考えている皆様、オフィスのシステム開発を考えている皆様、ベトナム進出を考えている皆様、オフィスアイコーポレーションはそんな企業の味方です。お客様の利益を最優先に考え、イメージを具現化します。996-3000番オフィスアイコーポレーション。なあに家族会議って急いでんだけど。まあ聞け。高校生以下の子供が一緒だと質量ドリンクが半額。夕方5時から夜10時まで毎日金土日もだぞ。どうだ。知ってるし
ジョイでしょ。知ってたの？お父さん、今日ジョイする？コルネと言ったらピーピー、コルネと言ったらピーピー、コルネと言ったらピーピー。コルネって何？スイーツのことだよ。デージおいしいよ。沖国近くコルネとサンドのお店ピッピ。電話 893-2132。 コルネと言ったらピーピッ。吉村正夫法律事務所があなたの企業経営を法律面でしっかりサポートします。経営リスクに備えて日頃から相談できる弁護士を持つことが重要です。電話 921-0262。 吉村正夫法律事務所。6月20日リニューアルオープン。来店者全員に素敵な特典をご用意。抽選会でバーベキューグッズプレゼント、さらに iPad がもらえるキャンペーン開催中。詳しくは店頭スタッフまで。 982-2136 ソフトバンク中野町店。さて、引き続きヤングマンモスのトナイト5をお送りしております。はい、もうちょっとですね、はい。それでは天童頑張ろう会さんより、先ほどの世界で一番優しい嘘の大喜利に対しての答えがもう一度来てるので、はい、それでは参りましょう、はい。天童頑張ろう会さんで、世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？ヤングマンモス超ウケるんですけどタラリラララちゃうわ。やかましいわ、おい。まあ、優しい嘘だけどな。めっちゃ優しいな、おい。嘘って言うな。そうだよ、嘘って言うなよ。テント頑張ろう会さんからもう一通来てます。これはもうクソ野郎の答えですね。行きましょう、はい。テント頑張ろう会さんからです。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？塩素さんってモテるでしょ。モテるかや。モテるかやじゃねえ。バカだねお前は。バカだねお前。お前も悪者に回るんじゃないよ。お前はフォローに回れよ。チーム東京はね、あれだから。だってチーム東京でお前けなしちゃってるもん。お前チーム東京はな、あのもう心と心が通ってるから。こういうことでは、うん、そうそうそう、なあなあとか本当に いつからこんなんなあとか言うよ。お前3回目にして急になとかおかしいだろ。前までちょっと敬語だっただろお前。あ、飛び出すマーメイドからも来てますよ、はい、岩田から。じゃあ、はい、飛び出すマーメイド岩田です。世界で一番優しい嘘とはどんな嘘？早漏の人って前世ガンマンなんだって。ガンマンでパンパンね、パンパン早打ちってことでしょうね。うまいこと言うわ。こいつはね、本当に漫才に特化したお笑いスタイルが強化されてきた。強化されてきたな。今ちょっと劇場にもちょいちょい出させてもらう。出てますからね。そうそうそう、しっかりしてますわ。そのね、飛び出せマメでの漫才ぜひ見に行ってあげてください。はい、これぐらいでいいでしょうかね。岩田はね、岩田もう十分でしょ、うん、もう十分。岩田、はい、十分ですもん、うん、岩田はね、こんなのでもありがとうとか言えないやつなんでね、うん、テレ屋さんですから、うん、はい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 、たくさんメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、小場翔さん髪切りました。素敵やん、素敵やん。今までで一番かっちょいいということでね。はい、そんな変えてる。そうですよ。いや、あれです、今までで、うん、今までで板板かっちょいい。板板がいい。板板があれですね、一番の上ですからね。いや、初めて聞いたよ。二番、一番、板板。ないないない、板板ってとこ。だいぶ下っぽいけど、なんか。二番、一番、板板。板板下っぽいけど、なんかいい。はい、そうですよ。本当にね、髪も切ってからね、絶好調なんですけどね。絶好調ですね。お笑いの仕事がないんですよ。悲しいこと言うんじゃないよ。頑張っていきましょう。はい。さあ、ということで、もうエンディングも流れてますけども、はい、これ、残り38秒ですか？そうですよ。やば。うん。ということで、はい、以上、ギャングマンモースの、トナイト5、1時間お送りしました。ありがとうございます。来週はですね、また来週聞いてください、うん。そして明日をですね、先ほどメールでも参加した飛び出すマーメイド岩田と、うん、あの大江健太の飛び出すマーメイドというコンビが、うん、トナイト5をお送りしますので、はい、ぜひ皆さん明日も聞いてください。ぜひね、あの漫才に特化したラジオをね、皆さんご期待ください。期待して聞いてください、はい。ではまた来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。
自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得な